恭平、ユミ、アキの父なんでー。なんかね、長いこと時間かかりましたけど、ね、2、3杯いけましたね。これでこんなジュースいっぱいありますけど、ちょっと人数より多い感じですよね。ね、あのみんな声張ってね、承知くださいね。マンデーということで、はい、今日のゲストさん、今日は何ですか？ご紹介ね。はい、ご紹介お願いします。今日は真夜中梅こぶ茶の皆さんです。なんかね、あのコスプレしてる人いっぱいおるけど、ピカチュウおるわ、悟空おるわ、牛もいる。牛もいる。牛と思いきやなんか頭ひじいちゃん、なんかちょっとおかしいこのメンバーさん、この一人ずつちょっと紹介ですね。じゃあまずボーカルのみかんちゃん。はい、みかんちゃんはこれコスプレなんですか？一応不思議の国のアリスを、はい、モチーフにしてみました。ほんで、で隣のギターのニー君っていう人ね。はい、はい、イエーイ、ニー君。これはこれは銀玉です。銀玉。ああ。銀玉ですね。で、もう一人のギターさん。ルナシー。これは？ブリーチですね。ブリーチ。ブリーチの何？ブリーチの何？ブリーチの何種人？何種人？ダメ。死神と。そうですね。もう死神です。中二までこんな方がな。怖かった。中二になるときそれ着るわ。なお。ほんで？で、こちら、ベースの Z。イエーイ！ Z なんや。そうなんですよ。ドラゴンボール Z。 いや、違いますね。よく考えたら違いますね。はい。一応ね、悟空ではないんですけど、これ、スーパーサイズで分かります？まあ、髪の毛これね、みんなね、タケノコって言うんですよ。あ、よろしくお願いします。こちら、キーボード、ボン君。これは、アニメのキャラじゃないですか。いや、一応、何だったっけ、リボーンのランボーっぽいの。ぽいの牛ですから。まあ、分かんないですけど、これ。いや、僕も分かんないですけど、一応ジャンプっていう。ただ、ジャンプがちょっと何でな。さあ、ドラムのミラビー。これはジャンプじゃないですよね。ジャンプじゃないです。ジャンプ。ポケットブロスター。What? ポケットブロスター。なんかおかしい。なんかおかしいことになってる。まあ、どういうバンドなんですか？この年々は見たら大体分かります。何してるかっていう。分かります。僕らバリバリのロックバンドですね。ロックバンド、そうですね。で、いや、ほんまはね、コピーバンドなんですよ。ワンオクロックの。いや、嘘です。すいませんでした。はい、どうぞ。はい、はい、急に振りますか。はい、ごめんなさい。ですね、真夜中梅こぶ茶は、アニソンのコピーバンドです。はい。アニソンっていうのはこうなんかいろんなアニメの曲を入れて、そうですね、何にこだわることなく、まあ、いろんなところをやっていきたいなと思って、いろんなところをやっててね、ますよね。はい、やっててます。持ち曲ぐらいは何曲ぐらい？持ち曲も何曲ですかね。6、7、8、8、8、8曲ですね。今、瞬間移動やってた。今ちょっと頑張って、僕の外国からもだけど、無理でした。ちょっと喋ったらチラチラ聞こえてた。あのね、うちのバンドのライブでもよくあるんですよ。私喋ってても、みんながみんなでいろんなことするんで、こうどこ見たらいいかわかんないっていうのがよくあるんです。この間はね、あの見てくださったと思うんですけど、はいはい、彼女が喋ってる時に僕がちょいちょいこれ撮って汗拭くのをみんなが見てて、彼女は全然見てなくて、誰一人私を見てくれなかった。後で怒られたんですよ。中島さん、そんなんやるの？中島さんって誰ですか？全部やってて
やめて。はい、もう喋るのやめます。ちょっとボケちゃって今来たね。さっきから中心私の前に行くのやめてくれませんか、中心。ほんでね、なんでみんなこう集まったんですか。なんで最初のきっかけは。最初のきっかけは、ただ単にアニソンでライブしたいなっていうので、うん、私とニーくんがこう、うん、2人でじゃあメンバー集めようかっていうのから始まったんですよ。で、気づいたらこれだけのメンバーが揃って、うん、はい、今の梅子部ちゃんができました、はい。このまま、なんていうんですか、一回こっきりどっかでボンってやって終わろうってしたんですけど、うん、まあ、なんか楽しいし、面白いし、まあアニソンって、まあ、流行りよりはちょっと遅れてるんですけど、まあ軽音とか有名じゃないですか、うん、まああんなんやってたらまあウケるし、うん、まあとりあえず楽しんでいこうかな。実際ね、ライブ一回見せてもらったことは一緒にね、台湾行ってめっちゃ盛り上がってましたよね。ノリでこれどっかに行かないでしょ。珍盛り上がらなくて最悪ですよ。ただの出落ちですからね。珍しいもん見たさでみんな見てるのがすごいもう伝わりました。はい、ね、なかなか今度の父にね、出てもらうことなんで頑張ります。はい、頑張ります。鳥って聞いてますけど。嘘でしょ。鳥無理やな。いや、まあいつやっても一緒やもんな。鳥やからって上手くなるわけでもなし。頑張ろう。頑張ります。実際このバンドっていうのはなんかみんな本気でこう集まってる感じなんですか。まあどうやろうね。まあやるからには本気でやりたいんだけどね、なかなかこの人数がねバラバラなことをしているので集まりが悪くてね、まあやるからには一生懸命やろうな。写真売ってるんですよね。チェキを販売しておりまして、フォークです彼の。主に彼の、はい、彼のチェキ売れるんですよ。1枚いくらで。500件。ほんで、ほんまはこう、チェキ取って、うん、で、まあ、選ばす、こう、なんていうんですか、くじみたいな感じで、1枚こう、ってやって、外れに僕が入ってるんですよ。外れにこの牛と2人で僕が入ってる。で、最初のライブの時に、外れ入ってるよ、言ったら、お客さんが全部買い占めたんですよ、外れごと。ありがたい話でね。当たりっすね。当たりちゃうでしょ、どう見ても外れでしょ。いや、もう。誕生日一緒なんですけどね。こっち当たり、こっち外れです。へぇーって今持ち曲は何曲ぐらい。8曲ですね。8曲ぐらい。1万108じゃないですか。108曲。そうそうそう、煩悩の数だけね。煩悩の数だけ。で8曲ある。8曲ある。8曲ぐらい。持ち曲でも人の曲だけどな。はい、まあ、言っていこう。劇帝国歌劇団、スーパードライバー、創世のアクエリオン、アクエリオン、残酷な戦士のテーゼ、プライド、そう説明したいよ。マイティーカラーのプライドです。はい、はい、で、あとがノーセンキュー、フォーファータイム、うん、あと1曲が大事。あー、ベルサイユのバラ。おー、もうそんなんやってんだ。そう、はい、私はバラのです。私はバラのです。よう覚えたな。頑張りました。ベルサイユのバラね、実は EU だったね。あれね、ちょっと難しいんですよね。誰がこう、それやろうとか。バンマスは誰なの。めっちゃ仲良し。誰バンマス。バンマス決まってませんよね。じゃあ彼です。彼です。多分違うと思う。ね、でもライブとかも結構精力的にやってるみたいで。そうですね、まあ割とどっかいいとこ狙いたいんですけどね。なんか合いますよね。いろんなとこで合いますよね。いろんなとこで合いますよね。本当にほんま、なんでなんやろうっていうぐらい、うん、あれみたいな。似てるとこ狙ってるんですよね、多分ね。なんかね、
本当にいろいろ身近に感じますみたいな。ああって毎回やってますもんね。今日見てるみたいな。うん、そうそうそう感じで。あの D でライブハウス天西天満の、あのライブハウスでその時一緒になったんですけど、もうその時も一緒やって。そう、こっちは知ってたんですよ。あ、知ってた。でもバンド名が見たことなかったでしょ。だから多分わからなかったと思うんですけど、僕らは知ってたんです。ああ、ちょっと知り合い。で、リハでこう仁王立ちしてみてすごい、今これ何さまやねんって何さまやねん。悟空やったら強いですから。悟空じゃないんでしょ。悟空じゃないです。さっき今何か言った。出てないな。ゼットは、ゼットって青いかしっかり。全然全然一応でも亀仙流のこう服着てるから。そう、亀仙流は亀仙流です。誰なんですか。風貌は多分ヤジロベなんですけど、ただヤジロベ亀仙流じゃないんで、ね、うん、ね、できないでしょ。他にキャラも、キャラないでしょ案外。でっかいやつだ、ヤジロベぐらいしかいない。ちゅうか亀仙やと3人しかいないんですよね。ヤンムッチャ、僕、ね、ゴリラ、ね、どうしよう。だって僕はあのドラゴンボールのキャラでできるのってヤジロベイとマジンブーぐらいしかできないですからね。体格的にブーはピンク盛りですか。そう、ね、それ見てみたい。今度やってみようか。全身ピンクで、全身ピンクで白いアラジンパンツ履いて、ちょっとあれこうやって洗ってみたいにやろ。チョコレートかクッキーを食べたらいい。分かった、チョコになれ言うたらやるわ。はい、やります。今日はね、実際にセッションをやらせてもらって、セッションの曲をちょっと紹介をありしながらですけど、何を2曲やったんですけど、どっちでやりましょう。そうですね、じゃあ劇帝国歌劇団の紹介を本当にお願いします。はい、え、で、本能で、私歌ってない。歌ってない。彼女で紹介ってのが面白い。何これ。では、ファイズン、ファイズンで劇帝国歌劇団。Yeah.
ました、劇帝国歌劇団。はい。この曲は、桜大戦。桜大戦ですね。結構有名ですよね。僕はね、パチンコでしか知らないんですよ。俺もそんな感じですから。うん。ていうか、結構有名やな。うん、有名です、アニメ。アニメ。まあ、ゲーム。ゲームか。まあ、漫画に小説みたいな。どういうアニメ？そうですね、ちょうど大正っていう、大正時代が舞台なんですけど、普通の産業革命じゃなくて、蒸気革命で、蒸気機関の文明が発達したっていう設定のもとに、ストーリーがいくんですけど、いいよ。妖怪を相手というか、まあ、霊的なものを相手にしていくというような。おお急にちょっと興味がね、はい、これでみんなが戦う。そうですね。え、妖怪対ロボット。妖怪対ロボットロボですね、一応。へえー、そうなんや。はい。ベースパッチングのマシンを動かして敵と戦っていくっていう。ここで祖先大正時代。大正時代。でもちょっと大正の代が違うんですよ。太いっていう字なんですよ。普通は大きいじゃないですか。あれが太いって言って全然分かれへんね。全然分かれへんね。でみたいな。でみたいな。でみたいな。ほんと。アニメ見ます？見たことない。あ、見たことない。あの、帝国歌劇団はね。あ、はい。他のとか見ます。他はまあ、でも僕実はね、原作派なんですよ。あ、分かります。あの、ドラゴンボールやったらね、うん、原作以外にもアニメはストーリーがあったりするじゃないですか、うん、それアンチなんですよ。原作、北斗の拳でもそうですけど。ほんならドラゴンボール GT なんていうのはもう邪道の。もう全然ゴミ虫です。これ敵作ったな、敵作ったな。そう、ダメなんですよ。わかるわかる。でもそうでしょ。なんかこう、北斗の拳でアカンでしょ。アカンね。ゴミ虫。ゴミ虫。そんなもうアニメめっちゃ知ってる。いや、そのうまいっけ。です。一応でもこうやってる曲に関してはアニメ全編見たりしてんじゃん。いや、してないです。ほんま。はい。そうね。逆に何知らない。何知らないって結構知らないよ。まあ、ベルサイユのバラとか知らんのかな。ちょっと生まれる前の話ですよね。俺も。え、同じ。おいしいってますよ。なんか、でもなんか宝塚歌劇団の本もこう匂いが強い。あっちからなんか本来たし、ね、軽音とかしてますよね。軽音は知ってますけど見てない。見てないです。見た、俺見たで全部。マジですか。軽音みんな流行ってるから、はい、軽音コピーバンド、コピーバンドとか出てるやん、はい、で、やる前に見た。全部見てからの方がこういろいろ分かるんじゃないかなと思って。でも文化祭の音とか泣いたり、泣いてみて。私15分で切りましたよ。いやいやいや、切りましたよ。めちゃくちゃ面白い。イライラするわ思って切りましたよ。マジか。マジめっちゃいい話やで。見ました。めっちゃいい話。イライラするわ。 NO。 何がイライラする。なんかね、青春を見てるとイライラするんですよ。こうドジっ子の主人公とかもイライラするんですよ。確かにドジカの主人公やわ。ほんならイカ娘とかもわかんない。イカ娘はいけるんですよ。いやどういうことや。あの、萌えだけでなんとかしてみます。あれは萌えじゃないの。軽音は、軽音は萌えじゃないです。あれはそう萌えじゃないです。何が違うの。何が違う。なんかちょっとシャキッとせいや系の感じが好き。あ、そうですね。主人公みたいな。そうですね。え、あれふにゃふにゃなんかダメ。なんかだってなんか雰囲気がもうふにゃふにゃじゃないですか。でも男はあんなに萌えってなるんじゃないの。知らんけど。あー、あずにゃ萌えみたいなね。そう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 。ありますね。もう普通よりいい話だったけどな。赤毛のなんか軽音かぐらいいい話だった。すごいな、それ。赤毛のは、赤毛のはめちゃくちゃいいんですけど。世界名作劇場見てください。見なくね。あれでも映画でもいいです、実写版の。まあまあそんな話です。アニメでもないもない、実写版なんで。めっちゃいい話。実際ね、
そういうアニメの話は好きなんですけど、ライブ年末までこういろいろ決まってると思うんですけど、はい、ライブのインフォとかもしよかったら。はいどうぞ。はいどうぞ。はい、ですね、今のところ決まってるのがですね、一番近いのが11月6日、はい、11月6日日曜日、ファンジェートアイスさんでライブをさせていただくことが決まってます。はい、で、あと、次が12月の18日ですかね、星野の企画の、はい、ライブ出させていただくことになってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、とりあえずそんなもんですかね。そんなもんなんですが、決まりかけてるのがちょっと確認しようと思ったんですけど、12月31日に大晦日にもしかしたらカウントダウンが入ってくる可能性が、まあ今は決まってなくても収録の時は決まってるかも。そうですね。なのでまあ一応、ね、はい、ここ場所は、あ、なるほど、こういう感じです。まあ、場所はファンジェなんですけど、ファンジェ、はい、になるかもです。トワシじゃない、はい、ファンジェなんですね。はい、またね、アニメ好きの人見に来てね、欲しいんでよろしくお願いします。他は何、なんか言うとくこと。11月6日は私の誕生日です。なにー、そっか、やめよっか。いやいや、これはいやいや、いや、すごいね。はい、しかもめっちゃやりたかった、トワイスさんです。え、誕生日17か、次。はい、17です。はい、やっと17になります。よかったな。はい、なんかここに点々点ってこう、どう答えていいんかちょっとわからない。あとあれですね、11月6日、そう、オープニングアクト、オープニングアクトで、俺っちとやつが、ララララララから踊ります。これマジで、ほんまに？2人で？2人と、あともう1人汚い男と、あと2人綺麗な女の子、5人で。5人で。踊ってくんですか？もう全然踊りますよ。見にくで。ほんまに汚いですよ。わかります。でも真剣にやります。はい、からの花です。そう。僕はね、リーダーのキュっていう役割をするんです。ちゃんと。まあ、3曲やる予定なんですけど、ちょっとどうなるかわからない。まだ。はい。まあ、1曲はもうできるんですけど。ミスター。ちゃんと、はい。もうそれは練習して、ミスターを大体リーダーです。あと2曲ですね、ちょっと。まあ、自撮りでもメール。ああ。やってもらおうか、オープニングアクト。もう鳥とオープニングアクト。やるんやったらやるけどな。どんだけ時間をしてるの。お客さんおらんでもやってる。もう真剣やるよな。そうなったな。僕らがカラですからね。そうな。カラですから、みたいなスンヨンっぽい喋り方もできるしな。今のシャレじゃない、スンヨンや。ほんで、あれ、スタジオの。あ、そう。またここ2人なんですけど、今収録してるこのスタジオ、スタジオキーといいまして、ね、梅田太夫寺にあります、例えば、このラジオ見ましたって言ったら、なんだか安くします。ラジオじゃない、ラジオじゃない、 YouTube ね、 YouTube、 ようつべ、見て、そうですね、でも何回もやめてね。一回こきで、はい、まあ、そうですね、必ず安くしますので、また顔出してください。俺バッシュの連れやねんって言っても安くします。おお、これマジ、これマジ、はい、そうなんや。まあ、これ特典、太っ腹、まあ特典っていう、じゃあ特典、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、ほなね、次の回もまた見てもらおう。あ、はい、今回、何回か待ってくださいね、バッシュのライブイントメーター。あ、ほんまや。どうぞ。で、10月26日にビッグキャット。いやー、ええなー、ええなー。わっしょい。わっしょい。それで、12月18日はご一緒させていただく、はい、ソニック。わっしょい。わっしょい。あなたのリーグであります。いろんなイベントを、いろんな、人に行きますと。名古屋からも来られる。名古屋からも来ます。あと、バッシュの後ろのメンバーだけ、ボーカル変えて、男のボーカルさんと、まあ、横野さんって結構ここにも一回出演してもらったことあるんですけど、その人とかで、まあ、出てくれるんで、結構いろいろ、うちらは大変なんやけどね。オリジナルのバンドさんばっかりですか？そうですね。その中でええんか？全然全然。
まあ俺らの曲やしな、はい、真似られてるけど、真似られ言うだけ真似られてる、されすぎる、ちょ、見知ったろ、あいつらまあ、というところで、何回、第37回です、第37回、ほんじゃこの辺でね、はい、一旦終わりたいと思います。どうもありがとうございました。